はい、どうも、ミシンマンです。今日はですね、1ヶ月ほど塩に漬け込んでいた梅干しをね、ようやく取り出して、ざるに並べて天日干ししようかなと思ってまして、ちょっとね、今日と明日天気があんまり良くないので、日差しがね、あんまり届かないので、ちょっと心配なんですけども、まあでもね、暑いのは暑いので、結構それで水分が蒸発していくかなと思ってるんで、まあ2、3日干して水分が抜けたら、また空の瓶にね、戻して、そこからどれぐらいですかね、2、3ヶ月、瓶に寝かして、まあ熟成させて、ようやく梅干しが食べれると。なので、意外とね、梅干しってね、作業自体はまあ簡単っちゃ簡単なんですけど、期間がね、結構時間が結構かかるんで、食べるまでまあ待たなきゃいけないっていうのがね、あるんですけども、まあでも楽しみですよね。僕自体はね、2021年から2022年で、今年2023年と約3年分の梅干しを今ストックしてるので、まあ毎日は食べないので、ずっと残っていってるんですよね。で、梅干しがもしかしたらね、このまま5年10年と経てば、ものすごくこの俺が持っている梅干し自体がね、価値が出てくるんじゃないのかなと よからぬ発想も考えていて、もしかしたらこうすごい価値が出てきてね、投資対象になるかなとかね、安易に考えてるんですけど、まあ、それはまあ二の次三の次としてね、ただ単にね、やっぱり自分で作った梅干しって美味しいんですよね。そう、変なもの入れてないので、変なものというか、もうほんまにストロングスタイルで、もう塩と梅だけなので、僕はね、なんで本当にね、美味しいんですよ。もうご飯と合わせて本当に美味しくって、だから毎年作ってるんですけども、なので今年もまた、干して寝かしてっていう楽しみがね、またできてるんで、ワクワクしてます。はい。